DS PDS。 はい、ガイズ、皆さんで京都ね。皆さん、今までで一番やってきたゲームって何でしょうか？スーパーマリオ、テトリスとか、あと星のカービィスーパーデラックスとかね、まあいろいろあると思うんですが、やっぱね、僕の世代だとね、これだと思うんですよ。ポケットマンジャネーション。はい、で今日はね、タイトル書いてる通りね、ポケットモンスターのね、ルビー&サファイアら辺をね、中古で買って、多分ね、データが残ってると思うんですよ、中古品だと。そのね、データを使ってバトルをするというね。はい、で今日はね、スペシャルウルトラハイパーゲストのね、YouTuber、 多分誰もが知ってると思うんで、本当にヤバい方ですよ、この方です。はい、どうも皆さん、こんにちは、ショリエモンでございます。はい、多分みんなが思ったことはね、こいつ誰って俺、ピカチュウバージョンと、ルビー&サファイアと、まあ、DS のなんだ、パール&なんダイヤ、ダイヤモンドパール、あれからもちょっとね、もうやる気してたよね。あ、まあ、あれね、四天王行ってね、もうね、つまなくなってやめた。今はよくわかんないよ、今何なの、今2000体ぐらいいるよね。めっちゃいるね。なんでね、買いに行ってきましょう。はっ、あ、ごめん、やばい、もう一回、はい、うえっ、っと疲れたぜ、もう。あ、そうだね、秋葉のね、スーパーポテトで買ってきました。で、ほんとね、ぼったくプライスだったんですけど、もう店員さんがね、もう超絶可愛かったんでね、買っちゃいました。で、こちら、通信ケーブルです。懐かしいですね、これ。アメリカで使えるやつかもね、うん、SP 傷あり、こちら、これ持ってましたね。で、こっちが SP の傷が多い、あと小さい、これが5480円ですね。めっちゃ高い。こちらがエメラルドだ、レックザがいるやつ、サファイア、レッド、ルビー、こちらの4つをね、使ってバトルしていきたいと思います。どれを選びますか？これはね、じゃんけんでいきましょう。最初はレッドソック、シーザー、ペッパー。何それ初めて聞いたんだけど、びっくり。しかもアイコだし、俺も自分何言ってるのか分かんない。最初はロック、シーザー、ペッパー。負けた。よっしゃ、どうしよう。これデータ入ってない可能性もあるんでね。じゃあエメラルドでいきます。あ、次選んでるね。しょうがない。オッケー、じゃあね、はい、サファイア、これ俺小4の時にね、自分で買ったからね、もう愛着がある。あー、じゃあ俺もルビー、ルビー、じゃあ俺はルビーとサファイアで、で俺はサファイアと、ファイアレッド。はい、あー、エメラルドだ。よし、じゃあ俺は6980円の SP で。じゃあ俺安いやつか、5480円。まあ、実際俺とダンテの価値はもっと差があるけどね。そうだ、自虐した。絶対ハードオフとかだったらさ、うん、500円ぐらいで売ってるよね。ね、よいしょ、 OKOKOK、 こちらランプもついたから。そう、じゃあ一つずつ見てみるか。ちょっとデータを見てみましょう。これね、キャプチャーねできないんで、直撮りでいきます。うわ、気持ちいい。挿入オン。もう懐かしい音。お、来た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 。ルビー、あ、懐かしいけど飛ばしましょう。さあ、データ残ってるか、お願いします。おー、残ってる残ってる。金ズムシティ、これはちょっと、じゃあちょっとポケモン図鑑見てみましょう。で、この中で一番強いポケモンをね、6体集めていきます。ボックス整理、あれ、じゃあポケモン見てみましょう。うわっ、ヌマクロウが17レベル、これが一番強いですね。4体しかいないやん。うわっ、外れだけど、これで戦うしかないんで、サファイア行きたいと思います。ほっ、さあ、データでもさっき残ってるだけでもマシだったんでね。やばいよこれ、超強いよ。ポケモン見てみましょう。うわ、誰かがやり残したやつだ。やばい、これ育ててるよね。まゆみ、まゆみちゃんなんだ、女の子か。整理する。え、めっちゃ強いんじゃないの。
ボックスは2個、あーでもそうでもないのか、100レベがいないな。なるほど、なんか40レベぐらいだね全部。300時間ぐらいやってるって書いてあったのに微妙じゃね。じゃあ次はね、まあ、処理エモンのやつ見てあげましょう。ザコクテお願いします。2004年だからね。あ、すげえ、これレッドです。まあ懐かしい音、ファイヤーレッド。おお、プレイ時間26時間。カメックスとニャースを入れ替えた。なんだこれ、言うわ、なんかあらすじみたいなのがあるね。ポケモン、あ、やばやば、やばいぞこりゃ、なんて、やばいやばい、ちょ交換しよう。ダメだよもう。え、なんでなんでミュウツーがいいんだよ。よっしゃ来たー。うわしゃあ。お、この鳴き声はやば、100レベがね、うわ強っ。分けてるし、ちゃんと水とか。どんだけ真面目なの。リザードン、え、プテラ 100レベだよ。伝説とかいないかね。そんなにキャメスはいるんじゃない。超強って感じですかね。よし、じゃあ行きます。次がエメラルドです。これ僕です。よかった、まだ希望がある。さあ来い、俺のデッキ。よしよしよし、さあ強いポケモンいるか。え、なんだよこれ。おい、どんだけやる気ねえんだよお前よ。おい、ふざけんなよ。え、真面目にポケモンやれよ。おい、なんだこれ、ありえないよ。え、お前どうやってやってきたのよこれ。バッチ7個あんのになんで土佐キントだけなんだよ。マジかよ。じゃあ俺さっきのやつ、じゃあバトルしてきてます。はい、じゃあでね、カセット1個でねバトルしてきてます。で、どっちか選んでください、どっちが強いか。じゃあ、まあ、ダンテを信用してファイヤーレッドでいきます。はい、じゃあ僕は一番最初にやったのはルビーだから、じゃあルビーでいきます。通信できるかねこれ。よし、じゃあ通信のところまで行きましょう。いや懐かしいね、このアナログな感じがね、うん、ケーブルで繋ぐっていう。できたのか。おー、すげえ、できた。懐かしい。通信エラーが発生。周辺機との接続をきちんと確認してから電源を入れ直してください。なんだなんだと。古いやつだからね。え、通信エラーになった。またお、今度こそ。あれ、通信エラーだ。なんでだ、古いから壊れちゃってんのかな。え、なんか変な音してね。まあ気にせずやりましょう。じゃあ待ってばんでね、まあ、俺の勝ちでいいよね。いや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 、あのなんかその勝ったら処理エモンのチャンネル宣伝っていうのね、まあ、やろうと思ってたんですけど、まあ、こうなったらしょうがないよね。しょうがないね、俺の勝ちってことで。いや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 、ドローでしょ、せめてドロー。どう見ても土佐キントが一番強かったよ今。はい、ってわんでね、まあバトルでねできなかったんですが、まあポケモン的には俺の勝ちだったんで、いや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 、ちょっと罰ゲームをねやってもらいたいと思います。
近ね、ハンドスピナー余ってんすよ、僕。あー、なるほど、うん、こちら回してください。はい、押して。押すの。うん。あー、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。シュッ。PDS 株式会社チャンネル登録よろしく。